but you know that I love them. And I feel like I'm ready to leave and I'm ready to love and you know that you want them. And I gave you my word and I show you my world, but you don't understand that I love them. If it mean that you shine, it's a mean that you line and a mean that you hide and you keep them, baby.今日の試合会場は気持ちのいい天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、サンフレッチェ広島が鹿島アントラーズを迎え撃ちます。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか？そうですね、プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。さあ試合開始、まずはサンフレッチェ広島のキックオフです。柏吉文、佐々木翔、稲垣翔、ボールが足につきません。ルーズボールだ。佐々木翔、このパスはいけません。タッチラインを割ります。長木亮太、三沢健人、伊藤翔、土井翔馬、ディフェンダーが外に出しました。ここは無理をしません。仕掛けてくるのか。土井翔馬、セルジーニョだ。ファーポストにクロスが入る。ここはキーパーが弾き出します。青山俊弘、佐々木翔、ドーグラス・ビエイラ、慎重なパス回しです。このパスは読んでいました。伊藤翔、土井翔馬、レオ・シルバ、スローインになります。稲垣翔、佐々木翔、柏吉文、ドーグラス・ビエイラ。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。パスは精度に欠けました。タッチを割ってスローインです。稲垣翔、
相手ボールになります。逆サイドへボールを送ります。ここは下がってブロックを作ります。鹿島アントラーズのうまいパス回し、チャンスを伺います。ここから狙うのか。ボールをクリアしました。青山敏弘、川辺駿、ハイネル、鹿島アントラーズのスローインです。白崎良平、三沢健人、レオシルバ、危険な位置です。緊張感が増してきます。伊藤翔、ここはキーパーが執念のセーブ。さあボールを蹴った。あまり試合が動きませんね。ポゼッションも同じくらいですか。ここまではお互いに様子見といった感じですね。ハイネル、アタッキングサードに入ってきた。青山敏弘、ボールを回しますがなかなか崩れません。チャンスになりそうでしたがこれはオフサイドです。ちょっと超えてしまいましたね。ギリギリでした。これを繰り返し狙っていけばチャンスになりそうです。レオシルバ、土井翔馬、何をしてくるのか。このボールはしっかり止めました。レオシルバ、前半終了です。未だスコアレスです。福西さん、中盤での激しい攻めぎ合い、すごい前半でしたね。はい、ドキドキしました。この積極性を維持してほしいですね。後半も楽しみです。さあ試合開始。まずはサンフレッチェ広島のキックオフです。危険な位置です。緊張感が増してきます。伊藤翔、ここはキーパーが執念のセーブ。鹿島アントラーズのキックオフで後半を迎えます。このパスは読んでいました。ドーグラス・ビエイラ、サンフレッチェが攻めに出ます。1点リードにできるか。ナイスセーブ。さらにポストにも救われました。ゴールキーパーがポジションを離れていた上、近距離からのシュートでしたが外してしまいました。あれは決めないといけません。決定的なチャンスを潰してしまいましたね。選手がピッチに入ります。三沢健人、土井翔馬、ボールは相手に渡りました。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。
柏、ドリブルでボールを持ち出しています。中央にクロス、青山敏郎、仕掛けてくるのか。いい位置です。柏、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。鹿島アントラーズが選手を交代します。中に入れた。このコーナーは手前の相手に当たりました。何かしてきそうですが、ボールをドリブルで運んでいます。これはカウンターのチャンスです。味方につなぐこともできます。三沢健人、さあどうする。レオシルバ、気は抜けない展開です。ハイネル、川野早尾、ここを起点にできるか。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。青山敏弘、ボールを前に運んでいます。佐々木翔、ハイネル、コンスンテが防いだもののプレーは続いています。ボールをクリアします。伊藤翔、白崎良平、町田幸樹、ここからどうする。狙える位置です。クロスの質が良くありません。ゴールキックになります。両チームの選手がピッチの脇で準備をしています。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。この時間はかなり下がっていますね。鹿島アントラーズのスローインです。交代選手がピッチの脇に待機しています。三沢健人、レオシルバ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここまではサポーターにとってもストレスを感じる展開でしたね。試合も終盤ですから、これは勝ってほしいという思いを込めた声援でしょう。折り返せるか。パスを繰り返し相手の隙を伺っています。いいクロスが中に入った。キーパーの守備範囲でした。ボールは相手に渡ります。土井翔真、伊藤翔、最後の攻撃となるでしょうか。ゴールを奪えれば。ここで後半の45分が終了しました。両チーム譲らず、決着のつくことはありませんでした。さあ試合開始。まずはサンフレッチェ広島のキックオフです。危険な位置です。緊張感が増してきます。伊藤翔、ここはキーパーが執念のセーブ。